というわけでね、時間が経つのは早いもので次の曲で最後の曲になりますと、ということでね、脳内で再生させておきますけれども、ちょっと早いですよね、そのね、ノリツッコミとか何かツッコミがね、みんなが理解する前に言っちゃってるから。なんでそんなにネガティブなんですか？なんでなんですかね、ネガティブというとネガティブでもないですけどね、あれじゃないですかね、この煮え湯を飲まされてきたからじゃないですかね、人生で煮え湯をさ、煮え湯ってなんか言いたくなる、まあ、帰り品使ってください皆さん、今日煮え湯の中にいたような感じだったな、ね、始まって1時間40分、じゃあですね、ライブ告知をちょっとしましょう。8月10日ですね、僕あんまライブやってないんで、8月10日にですね、あのロンドンブーツ15号というお笑い芸人さんがいるんですけど、その淳さんが、休みの日にいろいろな企画をやってます。マスクでお見合いっていう企画だったり、運動会だったりとか、まあ、警官と喧嘩したりね、まあ、それは企画じゃないですけど、いろいろやってる、いろいろやってらっしゃいまして、ツイキャスとかニコ生とかね、その中で大人の文化祭っていう企画をやってまして、なんか出たい人、なんか文化祭乗りでライブやろうぜみたいな、渋谷オーイーストっていうここから一駅離れたね、渋谷の結構大きめの箱なんですけど、で応募したらですね、最終選考まで残って、あの我々よと参加できることになりまして、ありがとうございます。1時から9時半ぐらいの長丁場のライブらしいんですけど、毎夜2500円ドリンク別ということで、そんな高くはないですね、そういうイベントにしては。なのでまあ、もしお時間ありましたらね、8月10日土曜日渋谷オーイーストよかったら来てくださいと。そして、あ、そうですね、さっきあの MC 来てと思ったんですけど、あの出るって言ったあのオーディエンス V っていうのが僕ね、昔バンドでやってたのに出たことがあるんですよね、そういえば、まあ、その話は後で楽屋でしましょうじゃあなんでこれしたんだって話ですよで、まあ改めて言うと、まあ、CD がそこにありますよと、まあ、一応あの1そこに乗っかってるのはあの日本版で、まあ、開けて中も見れるようにしてあるんで、まあ、なったらね、買う買わないを置いといて、軽く覗くだけ覗いてみてください。で、アルバムはですね、かくれんぼっていう口笛が炸裂した曲と、さっきやったアースマラソンの曲と、そしてこれからやる曲、その3曲はとりあえず入ってますね。10曲入り2000円です。じゃあ今日はですね、最後まで遅い時間までね、結構もう遅くなっちゃいましたね、すいません、9時半近くなっちゃいました、この箱の方々もすいません、こんだけ喋りゃねえ、おっさんな煮え湯を飲まされてきたからですよ、煮え湯を、あなたも煮え湯を飲ますけどすいません